後ろ側見ましょうか。前に振り出して、大体肩甲の広角ありましたね。広角のあたりにこう高血ができてたりしますよね。いいですか。そこら辺のテンション分かりますか。痛いところあるかなっていう話ですね。はい、まあ、それは一つですか。はい、感じ取った問題点というのは、まあ、本当にあるかどうかというのを確認をしたわけですね。はい、じゃあ今度はですね、手首反らした状態で内に返して斜め下ですか。はい、手を持ち替えていただいて、はい、下側の足を引いて同じくですね、最後手を握ってください。 OK、 ありがとうございます。そうで、手はですね、斜め下にベッドの方にこうスッと下ろしていった方ですね。そうはい、じゃあもう一回評価をしてみましょう。よいしょ。